ございます。9時です。よいしょ。今日は曇りですね。気温が16度、いい感じに涼しいです。このね、窓開けて寝たら今日結構涼しかった。おタイムラプスいいの撮れたかな。ちなみに今日はこんな感じで撮っておりました。スマホスタンドにこれ簡易的に載せて、なんということだ。よいしょ。オッケー。やっぱ三脚はちょっと持ってきたいですね。あ、ケツケースを買わないとダメだ。あの一回り大きいやつ。どうも。おお。待てよ。ヨポ。なんか無視してんな。無視してるべポインコ。よ。久しぶり。裸身の音でもう興奮してて。あ、そうなの？夜？今、ヨポ、おはよう。おはよう。ポさん面白いです。首振ってます。でも撮影するとやめちゃう。お、ヨポ。喜んでる。スーツ作ってんの？ポー。あ、今ちょっとスマホのアラームが鳴ってポーがビビってたけど、あ、やめちゃった。忘れたみたいです。コーヒーとか。あ、カルディ？あ、そう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 。朝食です。何パンこれは？玄米パン、石鍋焼き玄米パン。玄米パンとコーンフレークというかチョコグラで、なんか美味しいオリーブオイル。あれですか？これ福島の？いや、これは生活クラブです。もう。ポポさん、びっくりしちゃってる。コーヒー、おー、ありがとう。お、いいね、ありがとう。うまそう。お父さんも2つぐらい食べます。コーヒー出れました。どうだろうな、あの配分がどうだろうね。溺れちゃったからな。いや、そうじゃなくて、あの水とコーヒーの豆の量がどうだろう。お、あ、意外にもちょうどよかった。うん、もうちょっと濃くてもよかったかもしれないけど、いつもあの一人分しか入れないから、なかなかいっぱい出ると配分が。うまそう。おう、サクサクしてる。よし、じゃああと5分で友人が来るということなので、ちょっといろいろ用意をしようかと思います。ちょっと朝ゆっくりできてよかったですね。やっぱもう昨日結構ね、寝るのが深夜どころか朝ぐらいになってしまいましたが、しっかり睡眠時間取れたんで全然違いますね。やっぱ睡眠大事です。6時間ぐらい寝たのかな。まあ若干足りないかもしれないけど、まあ寝たんで大丈夫です。
どうも友人が下にいるみたいなので行きます。よいしょ。お天気バンダイさんがめちゃくちゃ綺麗。よいしょ。天気が良い。ビヨンドウォール。日差しが超強すぎる。やばい。すごいんだけど。あ、22度になった。あ、てか体感27度ぐらいある。この直射日光が熱くて。もうね、あの熱の熱源がしっかりあそこにあるって目つぶっても分かるレベルで熱いです。お、やってますね。ここまで匂いがします。2日連続ジロー来ちゃいました。全然混んでない。ソーラーメンのラーメン。今でもね、40です。おー、7分1分だけ。そんなことない。いや、すげー。チャーシュー6枚増しにしましたから、トータル8枚。ニンニクもめっちゃ多いし、今回はちゃんと野菜少なめにしてくれて。野菜食うので10分ぐらいかかるからさ。うわ、やった。チャーシューいっぱい食べたかったからよかった。半分以上肉。油はないね。ニンニク普通辛めで、野菜少なめです。うまかった。ごちそうさまでした。うまかった。いや、肉増しにしたらね、最高でした。本当に幸せだった。よかった。そして野菜が少ないのやっぱでかい。全然楽。じゃあよろしく。はいよ。あ、何にするか決めてなかったな。決めてない。うん、俺は甘いやつだな。みんな甘いドライブする。うん、どうしよう。フラペチーノ系にしようかな。昨日あったかいの飲んだからな俺。何飲んだっけ。なんだっけかな、あの期間限定の、なんだっけかな、コーヒー&クリームラテみたいなやつ。カラメルフラペチーノかな俺は。キャラメルフラペチーノのメンティー。あ、自分で言った方がいい。俺一人で言った方がいい。はい、とスターバックスブロンドラテのオーツミルクのアイスグランデ一つ。おお、かっけえじゃん。あ、なしで大丈夫です。キャラメルフラペチーノのベンティ。キャラメルフラペチーノのベンティサイズ。真っ赤な。でも俺見た時白だった。ご来店ありがとうございます。ご注文内容確認します。はい、グランデサイズアイスのブロンドラテボーイズオーツミルクを1つと、ベンティサイズキャラメルフラペチーノを1つ、はい、ソウルサイズダークモコチックフラペチーノを1つでお間違いないでしょうか。はい、ありがとう。お、あざっす。あ、来た。キャラメルフラペチーノのベンティにしました。お、あざっす。はいよ。よいしょ。あ、そうです。ありがとうございます。うますぎる。カインズです。ちょっと買い物。いや、車楽、めっちゃありがたい。入ってない、乗ってるだけ。頭でかすぎ問題。ほら、入ってないもん。場内の案内表示に従ってご入場ください。うるせえ。ミスタードーナツ久しぶり。ミスタードーナツ、ミスド、このスタッフ、ポンデ黒糖と普通のやつ。
オンジェリングうめえよな、はい、あとあれだな、俺は定番のオールドファッション、そうこれ大好物。なかなかないんだよ。友人と水戸を買ったんですが、あの持って帰れないんで袋を一回持ってまた下降ります。あの箱で買っちゃって取り分けないといけないんで。水戸ゲット、いやありがたいです本当。すごい、なかなか。メガネ拭き最強。あ、それ濡れたやつじゃないんだ。濡れてメガネ拭きだよ、ただの、ほこりだったんじゃん。うん、あのな、モフモフではやったりしてんだけども、モフモフよりはそっちの方がやっぱすごい綺麗なんだね。あとはうんこだな。あ、電気屋で買ってくるか。うんこはしょうがない。乾燥しちゃったんだよね。乾燥してましたね。みんなでうんこダメなの、こういうので拭いて。ああいうのはうんこですね。割れんの？いや、わかんない。汚ねえな。最近テレビの上気に入ってんのよ。多分あったかいからかな。あれ買ってきていいよ。手前味噌。カニと、ええー、美味しそう。仙台の、仙台の、仙台味噌のじゃない？ええー。仙台、秋保温泉、秋保温泉、よいしょ、なんでそういう、おお、味噌の味するのかな、うん、あ、確かに味噌だ、あ、いい匂いする、うん、うまい味噌かりんと、美味しいね、甘い味噌美味しいですね。おー、ポーさん、日に当たるポーさん。さあ、ポーが何やってるのか見てみます。めちゃくちゃ怒ってます。ふがふが言ってるよ。じゃじゃん、ミスドです。フレンチクルーラーとポンデリングとオールドファッション。じゃあポンデリングから。うん、うまい。さあ、ということで多分もう日が暮れてしまいましたが、今の時刻が17時10分。おお、ちょうどでも綺麗な時間帯かな。まあ日出てると暑いからこの時間に出てきて正解だったかもしれないですけど、ちょっと家で一服して散歩に出てきました。とりあえずいつものあの飯盛山に行くコースをブラブラと散歩しようかなと思います。でも今どうかな、ちょうど帰宅、あ、でも帰宅ラッシュって言っても休日か。あ、でもどうだろうね、逆にあの休日だからみんな家にいるから、あの人が少ないか、あのみんな遊びに出てるからちょうど帰る時間で人多いかのどっちかですね。おーおー、すげー綺麗、グラディエーションが綺麗、この日が当たってる感じの雲も綺麗です。うわ、すげえすげえ、あっち綺麗、おお、すごいですね。ちょっとなんか、なんでしょうね、あの緑っぽい感じの空がめちゃくちゃ綺麗です。いやー、でも出るときこの明るさだと帰ってきた時は暗くなっちゃってそうですけどね、まあ、とりあえず行きます。なんかよく考えるとね、若松もそこまでなんか田舎感はあまり強くはないんじゃないかなというか、まあ なんだろうな、そこまでなんもないわけ、なんか住んでる時はうわなんもねえじゃんと思ってたけど、
そこまで何もなくもないのかなって思い始めてますね。仙台とかも正直あの駅前とかはめっちゃあの栄えてるんですけど、普通にあの少し駅とかから離れたまあ自分住んでるような住宅街とかはまあ普通にまあこんな感じの雰囲気なんで、あんま変わんないんじゃないかなと。まあ規模は全然違いますけど、その一箇所一箇所の雰囲気とかはあんまり変わんないんじゃないかなって気がしますけれども、確かになんかこう若松があるとたまにこうボロボロの崩壊寸前の空き家とかがあるんですけど、確かにそういうのだとそういうのは仙台ではあんま見かけないですよね。結構どの家も綺麗で、こういうなんか人が住んでるのか住んでないのか分かんないようなこういうボロボロの家とかがあまりないような、なんか全ての家がちゃんと手入れされてるような感じがするんですよね、仙台の住宅街ってどこも。でも若松とかだと結構廃墟が目立つというか、なんか管理されてるのか分かんない建物が結構あったりするんですけど、ちょっとここら辺とかもなんかこういう人住んでるか住んでないか分かんないような家があっちはね圧倒的に少ないので、やっぱそういうところがちょっと違いなのかなっては思いますね。まあ古い家とか多いんですけど、ちゃんと手入れされてるんですよ。っていうか多分空き家とかでもなんかまあなんだろうな、まあ空き家はねあるんだろうけど、まあしっかり手入れがされてるというか管理がちゃんと入ってるんじゃないかなと思うんですよね。そんなにもうボロボロで崩壊寸前でその緑が生い茂ってるみたいな、そういうのがあんまなくて、そんな人住んでるか、なんて言うんでしょうね、その確かにね人住んでないような空き家はあると思うんですけれども、明らかにもう放置されてるぞみたいなこうオーラを出してる物件はなんか少ないんじゃないかなと思いますね。あと人が住んでてもなんか人が住んでてもボロボロな家みたいなのがこっち結構あるんですけれども、それもあっちは結構ないですよね。ほとんどの家が新しいとかそういうのじゃなくて、結構あっちもね古い町だから古い家がすごい多いんですけど、それでもなんかほとんどの家がすごい綺麗で、なんか人いなそうでも綺麗なんですよね。なのでやっぱそういうところがちょっと活気、こっちはまだちょっと活気づきが足りないのかなっていう感じがしますよね。なんか閑散としてるところがないですよ。こう寂しげな雰囲気を出してるところがあっちはないっていうか、こっちだとなんかちょっと寂れてるというか、そう寂れ感がないんですよ。結構奥行った住宅街とかに入っても寂れ感がないんですよね。なんで全然その寂しい雰囲気を出してるエリアがあんまないっていうので、やっぱそういうところで活気づいてる街は違うなって思いますね、比べると。でもね、空き家の割合的に見ると仙台のが割合が低いっていうあれはないんですよね。だから空き家である割合は同じなのかもしれませんけど、なんかそれでもちゃんと手入れがいってるのか、閑散としてないのがあっちすげえいいなと。ほらこういう家ですよね、この白い家とか、ちょっと住んでるのか分かんないような、電気も通ってなさそうなこういう家が結構なんか寂れ感とかをでしょ。そんなこと言って住んでたら申し訳ないですけど、こういう雰囲気の家が結構ね、こっち寂れ感とかを、そうこことかも意外と空きがほら多いじゃないですか。結構ほらあった、典型的な崩壊している家、あれはちょっと次元が超えてますけど、まあこういう感じのですね、こういうのが少ないのがね、結構閑散とした雰囲気を出さないあれなのかなって思いますね。ほらここら辺一帯とかも人住んでるのが分からないじゃないですか。まあここら辺こっち側は住んでるって分かるんですけど、こっちですよね、こっち一帯。ああもうなんかそんなこと言ってるうちにだんだんもう本当に暗くなってきましたね。まあほとんどの建物があっちはね手入れがいってるっていうのと、あと繁華街とかですよね、こ
ちらの新名通りとかがもう本当に全部シャッターとか閉まってて閑散としてるんですが、もう仙台のアーケードとかも比べ物にならないぐらい人がいるじゃないですか。なんで昼間にシャッターが閉まってるお店ってあんま見たことないですね、あそこら辺の駅前の繁華街で。まあなんかテナントが出ていてももう本当に人気があってすぐに埋まっちゃうだと思いますけど、なんかねやっぱちょっと活気づきが足りないなって感じはしますね。ていうか若松結構でかいのは駅前が寂れてるっていうのはかなりでかいと思うんですよね。結構街の中心駅だと思うんですけど、結構もう本当に若松駅前ってなんかホテルと居酒屋しかないみたいな感じで、何も買い物できるようなところもあんまりないし、スタバとかもないし、まあ、そんな感じで駅前がね閑散としてるのが結構なんでしょうね、活気づきが足りないと思う大きな原因だと思うんですけど、青綺麗てか、なんか若松はなんかどこが中心か分かんないですよね、街の中心が。なんか仙台とかだと駅前がなんか中心街だなって分かるんですけど、若松の場合は駅がそんなになんか街の中心感がないじゃないですか。そんなに人がいるわけでもないし、特に繁華街でもないから、あそこが中心って感じしないですよね、若松。新名通りとかもなんかすごい閑散としてるし、でどこがなんか街の中心なんだろうっていう、この若松市、どこが街の中心なのかわからない問題。どこが中心に発展してるんでしょうか、この街は。っていうのがわかりません。なんかもうちょっと、頑張ってほしいなってありますね、地元なんで。ほらここら辺とかなんか住んでない家の方が多そうじゃないですか、こうやってなんかいっぱい家建ててって思いますけどね。ここら辺の道とかね本当に暗くなって歩くとめっちゃ寂しいですよね。まあ確かに、いや空き家率は断然こっちの方が高いな、やっぱりな。結構住宅街とか奥行った住宅街とか歩いててもあんまり電気が消えてる家を見かけない気がしますもんね、あっち。やっぱそういうとこですね。っていうかどうでしょうか、手ぶれというか画角がこうなんだっけ、画角が変になってしまう問題、こう傾いたりする問題なんですが、プレビューをあまり見ないで撮る癖があるっていうのに気づいて、まあ持ち方とかもあると思うんですけど、プレビューをそんな見て撮ってないんで、それが影響でこう曲がって撮ってたりしても気づかなくて、それで結構画角がおかしくなってしまってたこととかが結構あるんですけれども、たまにこう今だとね10秒に1回ぐらいしっかりとプレビューを確認するようにしてて、ちゃんと曲がってないかとかって確認するようにしてるんですけれども、どうでしょうか、意外とねそれ意識するようになってからは結構画角とか、あと手ぶれとかもですね、結構画角がこう斜めになってたりすると結構それで手ぶれもひどくなったりするんですよ。でまっすぐ撮れてると手ぶれも少なかったりするんですよね。なのでこの10秒に1回ぐらい今画角をこうプレビューを確認しながら撮ってるんで、ちゃんとまっすぐになってるかっていう、でこれ高頻度で確認することによってこうね見てあやべえ傾いてるっていうなったことがねあまりないんですよ。撮り始めに1回確認して、でそこからこう高頻度で見てるんで、まあ、一応確認はしてるんですけれども、それであやべえ曲がってる直さなきゃっていうことがなくて、なんでもこの方法で撮るとほとんど傾いたりとか変な画角、なんかこうやって空だけ映ってるみたいな、そんなことがね結構ないんじゃないかと思いますね。この方法でもちろん画角はもちろん手ぶれも抑えられてるんじゃないかなと思うんで、結構いい方法かもしれないです。まあずっとプレビュー見ながら撮ってたら間違いなくいい映像撮れると思うんですけど、なんか結構それをずっと Vlog でやるのはなかなかハードル高いですし、持ち方とかも結構ね、スマホはやっぱりなかなか持ちにくいから、持ち方もいろいろ研究して、一番今撮りやすくてやってるのが、こう上から手でこうやって猫の手みたいに覆いかぶせて撮って、
で、撮影の開始停止の時をこの人差し指で、あの音量のボリュームボタンを押して、あの録画の再生停止、開始停止をやってるんですけれども、まあ、なんで、だいたい高さですね、高さ的にはだいたい胸ぐらいの位置、心臓ぐらいの位置で撮ってるんですよ、いつも。なのでこの持ち方の影響でプレビューが見えないというのもありますね。このあのこう上から覆いかぶさるように持ってると、まあ、目より径下についてるわけなので、まあ、覆いかぶさるということはさらにこう腕より下の位置か、まあ、腕の位置ですね、高く持ってもそのくらいになるんで、結構あの目の位置まで持ってこようとすると腕の、まあ、不可能ではないんですけど結構腕に負担がかかるというか、自然なあの姿勢ではないので、結構この持ち方だとやっぱハードル高いし、常にプレビュー見て撮るなら、まあ、こうですね、こうやってこういう感じで撮るといいと思うんですけど、これだとちょっとね落としそうな感じがするんですよね。なんかね摩擦で持ってるだけな気がするんですよ、このこういうあのスタンダードな、あのよくスマホであの写真撮るときの持ち方だと、なんかスマホの側面1センチぐらいしかないところを完全に摩擦で持ってるような感じになってるので、もうあの完全にあのつまんでるような感じなんですよね。なので結構手も疲れるし、結構それで手ぶれとかも増えそうだし、なんか落としたりしそうだしみたいなので、なかなかねあのちょっとあの30秒ぐらいの動画撮るとか、ちょっと写真撮るとかだったら全然その持ち方がいいというか、まあほとんどの人はその持ち方で撮ってると思うんですけど、こうやって長回しで Vlog を撮るとかだと結構それ心配で、あと結構ね写真撮るときとかは落ち着いて撮ると思うんですけれども、基本的にこの Vlog はなんかこう動きながら撮ったりもするわけじゃないですか。だからその時結構そのあのつまんでるだけだと結構落としそうなこととかあると思うんで、なかなかその持ち方は VO には合ってなくて、なので結構その持ち方が心配なんで、その上から覆いかぶさるようなこの持ち方だとちゃんとギュッとスマホを握るような持ち方になってるので、これだと結構落としにくいっていうのがあって、この持ち方で持ってますね。なのでその自分がやってる手ぶれが少なくて安全な、落っことしたりしないような持ち方だと、目線の位置に iPhone を持ってくるのはなかなか難しくて、だいたい自然な姿勢だと胸の位置で撮ってしまうので、なのでプレビューを見ることができないと、だから傾いてしまうということに発見したので、まあ、こうやって10秒に1回、まあ、多くて5秒に1回ぐらいプレビューを確認することによって今いい感じに撮れてるので、とりあえずこんな感じで、今後は当分撮影してみようかなというふうに思います。あ、すげえ黄色い、めっちゃ綺麗じゃないですかこれ。うわ、グラディエーションがすごいというか、上の雲もすごいな。めっちゃ綺麗、グラディエーションがこれしっかり見えますね。そう、そして別に一生 Vlog を iPhone で撮ろうともスマートフォンで撮ろうとも思ってなくて、最近いいなって思ってるのは GoPro で撮るといいんじゃないかなって思ってるんですよね。で GoPro をで、そう、こうやって持って撮るんじゃなくて、バックパックとかの肩掛けのところにマウントできるアタッチメントが売ってるじゃないですか。それでこう肩のあたりとかに、肩とか腕とかのあたりにマウントして、撮るといいんじゃないかなと思うんですよね。そうするとこうやって持つ必要ないじゃないですか。なのでこう手ぶらで両手空いた状態で撮影ができるっていう、その神のような撮影スタイルができるんじゃないかなと思って、結構 GoPro で撮影するのありなんじゃないかなって思ってますね。で手ぶれ補正に関しても、もう GoPro 11最近発売されたやつなんかほぼブレないじゃないですか。一回転してもブレないっていう、あれすごいと思ったんですけど、まあ、そんな感じなので、結構歩いた衝撃とかでブレることもないだろうし、変に手で持つより自然にこう体に身につけといた方がブレない気がするんですよね。なんでちょっと GoPro で撮るのいいかなと思って、でそうだから結構長回しの時とかも結構疲れて結構手ぶれが多くなったりとかもしないし、多分マイクをなんか外付けで
つける必要はあると思うんですけれども、まあ今使ってるあの自分使ってる外付けのあのワイヤレスマイクでもいいですし、まあ GoPro を肩のとこにつけて、で手ぶらな状態でこう喋りながら歩くっていう、そうするともうあの両手に何も持たずただ喋りながら歩いてるだけなんで、全然体力消耗しないっていうのでめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。で撮影してない時とかもいちいちポケットとかカバンとかにしまう必要なくて、カバンのその肩掛けのとこにずっと常時そこにつけとけばいいわけじゃないですか。なんで撮影したいと思った時もいちいちあのポケットとかからあのカメラ出す必要なくて、もう 肩のところについてる GoPro の電源入れるだけで撮影開始できるみたいな、そういう環境がすごいいいんじゃないかなと思って、 GoPro 撮影めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってます。あと両手が空くっていうことは、なんかこう両手を使わないとできない作業をしてる時なんかもあの撮れるんじゃないかなと思うんですよ。まあなんだろうな、例えばちょっとすぐは思いつかないけど、あの両手を使って作業してる時、外でそういう時も撮影できたりとか、あとタイムラプスが撮れるんですよ。あの散歩中にタイムラプスを撮るとか、まあ、普通に考えたらこうやってずっとスマホを持ってこうタイムラプス撮るっていうのはかなり重労働だと思うんですけど、肩のとこにつけとけば、まあ、ずっとこう同じ方向を向いてくれて、あの散歩中にタイムラプスを撮るみたいなことができるんで、そこであの B ロールとかを作成することができるんですよね。あとその買い物中とか電車に乗ってる時とか、そういう時でもあの気軽にタイムラプスが撮れて、しかも手にカメラを持つことがないので全然体力も消耗しないっていうので、かなりいい運用方法なんじゃないかなって思って、うわめっちゃ綺麗思ってます。そうすると結構新しい視点の動画が撮れるんじゃないかなと思ってるんですけど、めっちゃ綺麗だなこれ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、うわなんかのアルバムのジャケットに使えそうなぐらい綺麗、おお綺麗すぎ。飯盛山行きたかったけどもう暗いし、結構ね体力が消耗されてるんでちょっとやめときます。ちょっとここで休憩しておこう、疲れた。うわーすごい綺麗ですね本当に。よしじゃあ戻ります。香味山行きたいな、機会があれば。ここもすごい好きなんですよね。うわめっちゃ混んでる、めちゃくちゃ混んでるな。あいやでもカウンターは空いてた。よし帰宅。じゃあ残りのミスドいただきます。フレンチクルーラー、うんうまっ。オールドファッション、うまっ。ミスの中で一番好き。夕飯です。すごいね、あの白飯とチーズタッカルビです。大好物。お父さんも大好物と、たたき、マグロのたたき、そしてこれなんだ、アジ。大好物特集いただきます。今の時間が20時43分。友人が今、下に来てて、散歩するということなので、今から下に降ります。濃さ設定できるようになったんだ。濃いめです。めっちゃいいですね、これ。濃いめの方が音変わるけど、まあ気分でしょうね。おでんいいな。よっしゃ。わお。美容師。この汁がうめえのな。セブンのおでんって。半分だけどうまい。いや、それがすげえ。
めちゃくちゃ値引き入ってます。リオンドール、これやば。200円でこの弁当買えるってすげえ。半額。